雨がどんどん強くなってきた。夢を妨げる災いの雨か。サスケくん森本裕介スタートした。最後の砂登り10秒だ。上がれ、上がっていけ。2度目の栄光は近い。5秒を切った。ついにサスケくん天に届いた。完全制覇。そして2021年トランポリンからのしっかりキャッチ。しかしここで落ち、悪しき変貌を遂げた鋼鉄の魔女。力尽きた。今ベールを脱ぐ新ファイナルステージ。監修したのは東京オリンピックメダリスト野口啓代、楢崎智亜。結構頭使うし、ね、もうちょっと難くするかどうか思ってるんで。難攻不落のファイナルステージ、ここに誕生。挑むは選ばれし最強の100人。次の完全制覇は誰だ。各ジャンルのスターたちが聖地緑山に集結。ヒカキー、サスケ大好きフワちゃんが EXIT のボケ安藤美希。ゴールデンボンバードラム営業係長岩本光28歳。サスケ5時間スペシャル12月28日夜6時。落ち着け落ち着け、待て待て待て。栄光の100番森本裕介30歳。運命に抗え。